長崎市内は朝からまとまった雨となりました。それでも世界遺産の軍艦島をめぐるクルーズは満席となっていました。軍艦島の歴史を学び、島の内部を体感できるデジタルミュージアムも好評です。楽しみ。インターネットで観光と長崎観光とか調べて、子どもが楽しめそうなところをとりあえずピックアップしました。でも予定が崩れても、まあ、こういった施設もあるんで、まあまあ、雨が降ってても楽しめるんじゃないかなと思います。香港、We come to travel and want to visit the history of Japan。割と外国人のお客様、国外からもですね、たくさんご予約いただいてまして、去年よりも増えているような印象はあります。今年は割と欧米系のヨーロッパの方々も増えておりますね。おそらく円安の影響でやっぱり日本に来やすくなっているのが影響あると思います。観光名所南山手のグラバー通りも県外からの観光客でにぎわいました。ハウステンボスに行くために来ました。今日本当は行く予定でしただったんですけど、雨だったから明日にしようかなと思って。長崎の文化は面白い。坂が、大変な坂が、いい感じやな。何回も来たいね、やっぱりね。今晴れましたし、ここから楽しんでいきたいと思います。昼前から日が差した新地中華街では、中華料理や食べ歩きで長崎の食を楽しむ人の姿が多く見られました。ちょっとシャンポン食べたいです。シャンポン、エビチリ、チャーハン。おお、すごい出てきた。いっぱい食べる。まだ食べる人。中華街は海外の人にとっても人気のスポットです。We are working on a cruise ship. So, for example, I buy something. It's much cheaper here than other countries. 毎日観光船入ってるみたいで、ずいぶんリアってます。ゴールデンウィーク後半も長崎市の観光施設は多くの観光客でにぎわいそうです。